では、外していきましょう。どこ？ちょっと道がわかんない。ちょっと一回道に出た方がいいね。これはまあ6輪なんで、さっきのやつよりは進みやすいと思います。あの川もね、なんとか渡れるんじゃないかなと思うんですけど、ただ燃費がやっぱその分かさみますね。本当はこの四駆とか切り替えもね、まめにやっていった方がいいんですけど、まあまあなんとかなるでしょう。この辺からじゃあちょっと道なき道を通ってここを目指してみましょうか。どうなることやらですけどね、はい、こっちか、この方角ですね。ここ行けたらいいですけどね、ちょっと林にぶつかっちゃうと厄介だな。てか最初のマップなのにすごいやらしいね、この倒木が多い。よしよしよし、ここ行けるでしょう。ここはなんとか。よし、ありましたね、ありました。よしよしよし、これだ、ここをとりあえず到達して、よし。であと1個なんですけど、こうなってたのね。さっきどの辺まで行ったのかな。この辺でちょっと苦労してましたよね。もうちょっと抜けてたら、割とすんなり行けたのかな。じゃあちょっと、もう一個、もう最後のウォッチポイント目指しましょうか。ちょっと回り込んでいった方がいいかな。この林はさすが抜けれないんで。あ、でもほら結構、空回りしてるでしょ、タイヤ。よし、いける。ああ、なんかダメージ食らったな。石が落ちてた。ちょっと怪しい感じになってきましたね、道がね。この方角なんですけど、こっち右行けるかな。一応開けてるから。なんか見えてきたね、そこだな、うん、もうなんていうのかな、舗装された道がね全くないっていうね、はい、よし。マップによってはそういう舗装された道路出てくるんですけど、それがすごいね、ありがたく感じますよ。本当に綺麗な道路ってこんなにもありがたいもんなんだって感じですね。結構ここ危険でも石もあるし、ちょっとそことりあえずアンロックしたい。よし、よし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 、これで、マップ一応全部開きましたね。これもっと引けへんのかな、マップね。全体像みたいんだけど。よし。そしたら、この中に、ログステーションっていう、あの丸太を積むところがあるんですけど、ここまで行かないといけないな。この辺割と通れましたね、普通にね。だから、どっちがいいかな。この、この大きいやつね、ちょっと、行きましょうか、ここまで頑張って。一回道、どこ通った？ここら辺通ってこれたのかな、今だ。この道で一応ちょっと行ってみようか。左だね。ある道？
岩、石がいっぱい落ちてる。よし、ここ、これかな、道。ああ、これだね。よし、じゃあこれを、まあ6輪のトラックなんで大体のとこは大丈夫だと思うんだけどね。これか。あっち、あそこですね。通れるかな、やってみようか。まあ通れるかどうか調べるっていうのもね大事なんで。深いか浅いか。お、いけるか、いけるな、いけるな、ここはいけるな。よし、流れてないからね、ここはね、ただの池だから。うん、あ、いけますね。よしよし、大丈夫かな。よしよしよし、ありますね。これが8輪トラックのね、大きいやつあるんで、これが多分一番このマップではあの馬力あるやつじゃないかな。よし、このガレージね、こっちのガレージ、まああんまり使わないかなと思うんですけど、一応マップのね要素全部、解放したいんで、次はねこのガレージを解放しますね。ガレージポイントっていうのを運ばないといけないんです。いっぱいだなトラック。ちょっと使わないやつちょっと端っこ避けとこうか。この B131 がいっぱいある。よし、これでガレージパーツをまずつける。なんか外さないかんな。これか。これを外す。これはいいか。これつけるでしょ？トレーラー。これ、ちょっとどうなってんの？後ろ。え、こんないっぱいいる？ガレージ。2ポイント。これ2ポイントでしょ？これが4ポイント？どっちがいいかな。これも2ポイントだね。これをあとないよ。スペアホイールと、あ、下にあったね、修理するやつ。これは違うね。燃料、これ引っ張っていかないとあかんのか。どうしよう。これ引っ張るか。トレーラーでもいいんですけどね。これ、え？うん、つけた。まあ最悪これ途中で切り離せるんで。うん、これで行こうかな。よしよし、この真上からの視点に絶対ならないんですね、これね。だからその両方一気に左側面と右側面一気に見れないんですよね。こう切り替えていかないといけない。ほらこっち側今噛んでたでしょ、この丸太噛んでるでしょ。でもこっち側から見てたら見えないでしょ、ね、こういうのが結構ね引っかかりやすいんですよ。よいしょ、まあなんかこのわざとそうしてあるのかわかんないですけどね、このカメラ。使いにくくしてあるのか。ああ
よし。ね、なんか見にくいでしょ。よいしょ。これくらいにしとこうか。あと運転席視点だと絶対酔うっていう。怖いな、こういうとこ怖いな。いける？よし。ここもこっち通った方がいいんじゃん。ここ水ですね。ちょっといけるかな。ここを抜けれたら。ちょっとルートがよしよしよし。倒木がほんと嫌だね。乗り越えろ、まっすぐ。よし、引っかかんなよ、引っかかんなよ。よし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 、いいね、いけた。で、ここがねちょっと分かりにくいけど、こっち通るか、まっすぐ抜けるか。あ、道なりに行きましょうか。なんかまあまあ。まあ、でも YouTube とかで見たら、本当にリアルのね、こういう仕事してる人の動画とかもありますね。本当に道なき道をトラックで走ってる人。危ない。こういう時後ろちょっと怖いんですよ。よし、いけるね。ゲーム性自体は前作ともうほんと一緒ですね、これね。まあ多少使いやすくはなってるかな。グラフィック綺麗になったり、このボタンが表示されたりね、してるんで。まあでも前作は日本語対応を一応してたんでね。この辺はありがたかったですけど。まあでもそんなに会話とか出てこないかな。日本語なしでもまあまあ普通に遊べますね。あ、来ました。やっと来た。ガレージ。これが、4分の0って書いてありますけど、これをだから4分の4にすると、アンロックできます。よし。でいいかな？よっしゃ。そしたら、4ポイント運んできたので、アンロック、よし。一応なんかこう何かあるたびにこうやってね、音楽が鳴りますけど、はい。で、まあこのガレージアンロックしたんで、ここで、パーツの付け替えができるようになりますね。そしたら、ここにね、こっからここに行きたいんですけど、どこ通ったらいいのかな、これ。この辺。ちょっと道が、ここから抜けれそうな感じ。あ、でも。ここで一回横転しましたね、さっき。行ってみるか。さっきと同じルートが、まあ、こう。ここ抜けれたらもう、こうですね。
で、行こう。よし。で、今度は丸太を運ぶので、どれつけたらいいんかな。ちょっと待って、見ながらやろう。これが、ちっちゃいやつか。あれ？これと、あと、ログキャリアウィッ、あ、そっか、クレーンがいるわ。クレーンがいるわ。これか、これがいるのか。スペアホイールをまず外さないといけないね。クレーンと、ん？何つけた今。これちゃうちゃう。あ、これいるか。これでしょ？で、ショートログトレイラー。これか。ミディアムログ。こうか。これだね。なんで？あ、あれなんで乗った？なんで乗った？よし。これですね、クレーンと丸太の2台、うん、これからはこれでいきます。まあ、いよいよね、このゲームの本題。なんかぐちゃぐちゃになったな、これマップ大丈夫か。丸太をね、もらいに行きますよ。さあ、一応燃料入れていこうかな。曲がれる？すぐそこ燃料なんでね。まあ、さっきまでの、トレーラーよりはちっちゃいので、走りやすくはなりますけどね。はい、燃料満タンね。よし、さあ行きましょう。ここだね。ちょっと荷台があるので、あ、ここ違うわ。でも隙間がすごい細かったな。ちょっと頑張って行ってみよう。通れないかな、これ。木切れたらね、一番いいですけどね。これ引っかかるんだよなここがちょっと大きいから。いけるか。いった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 。引っかかんない、引っかかんな、引っかかんな。よし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 、いた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 。よし、これでこの川沿いに走れれば、ちょっとバックしましょう。あー、結構深いね。でも当たるとこまであって、いけるかな。もうちょっと、もうちょっとよし、いけ、進んで進んで。よし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 。これちょっと大変だね。でも横転したもんな、ここ怖いな。何なんであんな木の生え方してんの。こっちちょっと進めなさそうだね、これ。めっちゃカエル鳴いてるの。こっちから行くか。あー、こんな、厄介だね、ここ。ここはちょっと間違えたかもしれない、ポイント。あー、そして朝にしとけばよかった、時間を。もう降りてね、木切ってくれって思いますけどね、こんな。よし。
めん全然見えてないトラックここの隙間なんとか行けそうなの。ここ通りましょう。まっすぐね、まっすぐ。よし、これは際どいな。ここまで抜けたでしょ。こんなとこ道なんてなかったけど、ね、ここ水の中を通らないといけないね。ここまだこっちだな。ここ通れるかな。絶対リアルではこんなとこ通りたくないですね。あー深いよ、深い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 。ちょっと待って、深い。やばい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 。深い。ここ深い。よし、いける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 。ちょっと暗くなった。ライトあったよね。もういけたんちゃう？いけたんちゃう？よし。よし、いいぞ。そして、ここから左ですね。よし。ログキオスク、ログステーション。ログステーション、ログ機を、ログ、どっちかな。ログステーションは、自動で積み込みをしてくれるんですね。ログ機をすくっていうのは、さっきつけたクレーンで、2台に自分で積まないといけないんです。多分ね。でも難易度が上げると、多分キオスクだけになるので、結局クレーン作業しないといけないんですね。まあ、クレーン作業をね、ちょっと久しぶりなんですけど、やりたいんで、やっときましょう。ログステーションは、そこでしょ。で、奥のその丸太のマークがログキオスクですね。まあ、本当はこのステーションにいた方が手っ取り早いんですけど、今回はね、ちょっと、キオスクで頑張って積み込みます、ね。せっかくなんで。よし、ここら辺で、いける？まっすぐ止めたいんだけど、いけるかな？こんなもんでいいか。こんなもんでまっすぐになってるかな？よし。で、これで、これ一応ミドルサイズ。ミディアムログズですね、これを詰める2台なんで、これを置きます。出てきましたね、はい。で、夜にし、朝にしようか、ね、はい。で、どうしたらいいのかな。リタッチ違うの。ん？クレーンどうやって使うんだろう。リタッチっていうの？あれ？エンジンつけてないとダメだったっけ？アンカー。これだな。よし。をつけて、あ、これでいけるんですね。クレーン。よし。で、どうだったっけ？使い方。今なんか、火花散ったけど、ちょっと待ってね、使い方を今確認中です。ここだけさ、あれになってくれない。コントローラーのアイコンが出てこない。まあ、なんとなく感覚でやっちゃいます。もうちょっと この辺かな。こうして違う、
こうじゃない。開いて。あ、違う。え？ショートになった今。あ、2本置いちゃった。ちょっとボタンがわかんない。開いた開いた開いた。よしよしよし。で、下ろす。違うな。下ろしてほしいんだ。下に下ろしてほしい。まあ、このクレーン作業もね、このゲームの醍醐味ですね。どっちかっていうと何ボタン押したっけさっき、これね。よし、あ、コントローラーに変わった。よし、ムーブ、違う、なんで反対なんだろうな。2本一気に持ってるな。まあ、いけそうだったらこのまま持ち上げちゃおう。ムーブ、アップアンドダウンは右す、おおっ違う、なんか反対なんだよね。下に押すと上に上がるよし、まあなんとか。あれ、これってさ、え、合ってる？サイズ、この中に置かないといけないんだけど、紐邪魔だよね、これ。どうしたらいいかな。ちょっと待って、クレーンよね。あ、貫通するな。そっか、なんだ。で、もうちょっと奥だよね。これこそ本当に地味な作業ですね。上に下を、よし、これちょっとカメラ回したいな。横から見たいんだけど、あ、全然乗っかってない。もっと手前だな。うん、難しいでしょ結構これね。よし、もっと手前ね。上に上げて、手前に持ってくるのはこうか、こうだな。よし、これでいいんじゃないかな。いけた？いってる？なんか印が出ないね。ニードットインストールミディアムログ、え、これ違うの？ショートログなのかな？なんで外れた？ほんと。これくっつかへんかな？ストップエンジン、あ、あった。違うな。これセレクトウィンチソースアタッチミディアム、いけたな。よしそうか、なんか押したね。そういえばアタッチなんとか、そういや、ね、これかで外すってことか。よし、もう一回、じゃあちょっと、積み込みましょう。ちょっと手前で下ろす。これでいけるかな？ちょっと前。うん。まあ、いけるでしょう。上に上げて、で、3本乗せるとこうやって緑のね、マークに変わるので、これで押すと、こうやって乗っけてくれる。はい。で、この、下手するとこれ、アンカー外して、積み込んだ瞬間横転するっていうあの悲劇もありますけど、たまに、はい。で、こっから結構大変なんですよね。さあ、で、これを積んでここまで帰らないといけない、はい、ですけど、ここはもうちょっと通れないね。多分普通に
通るのは厳しかったんで、一回ここ出て、ここかな、この道を出ちゃいましょうか。ここ突っ切れないと思うんでね。よし、よし、燃料結構減っちゃったね。積み込みの作業だいぶ手間取ってたんで、まさかトレーラーが外れてると。もうちょっと、うん、いいかな。んで、こっちの方がね、通れんのかな、ここ。ちょっと心配だけど。倒木がいっぱいあるもんな。もうなんか舗装された道路って本当、大事なんだなって本当につくづく感じますよ。わあ嫌だな、この水のところとか。丸太背負ってるとね、こう なんていうの、斜面を走りにくいんですね。横転しちゃう。あーいっぱい落ちてるな。大丈夫か、いけるか。で、ここを抜けるのかな。あっぽいね。これか、いけるか。まあ、行っちゃおう。通れると信じて。燃料がちょっと半分ぐらい。ギリギリ帰れたらいいですけどね。もうあとはトラックが頑張ってくれるしかないです。本当にね、最初前作のスピンタイヤーズやはり最初が本当何やっていいか分かんなくて、とっつきにくいゲームでしたけどね、やっていくうちにだんだんね、すごい面白くなっていきますね、これはね。結構しっかり考えてやらないとクリアできないですね。なんかあれだな、山だよね。ちょっと斜面が厳しいかな。ここからがちょっと道がわかんないな。直線で行くか迂回するか。ね、もう直線で行っちゃいましょう。これが登れるかね、ちょっと心配ですけど。よっ、登れ。よし。あ、もう倒木とかやめて、もうほんと。よし、登った登った登った。よし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 、一応通れるのは通れそうですね。キーワードだけど、通れるかな。ちょっと心配になってきた。もうちょっと細かく設定しようかな。どっちがいいか。この辺が怖いよね、なんかね。
ここをこう行くか。普通にルート考えると、この辺からこう回ってくるのが普通な感じするんでね。ここまで抜けれたら、こういけそうだな。ここがちょっと わかんない。うん。行ってみましょう。ガソリンもないですけどね。暗いし、うん、あったちょっと傾いてるよ。水かなこれ。あ、水だね。大丈夫かないける。うわー、やばいな。ここ燃料もなくなってきた。で、右に降りる。あ、なんか家があるぞ。小屋があるぞ。まあ、助けてくれる人なんて誰にもいないですけどね。え、これか？え、ここ？あ、なに？一気に来たな、俺。一気に来たぞ。ここだ。よし。もう、たどり着いた。よしよしよし。お、ギリギリ。やったー。ドライブケアフリー。うん、一応4ポイント、下ろします。You track isn't carried on road。これ？あ、まだだよね。8分の4なんで、今でやった半分。このクリアしたかのような音楽ですけど。はい。いけました。うん。意外と、今の道良かったね。直線的に来たけど、うん、そしたら次は、さっきこのログステーションを選んだんで、ちょっと遠いとこから今度運んでみようかね。もうでも2時間かかってますもんね。1枚のマップ攻略するのに平気でね、2、3時間取られますよね。まあ、一応多分途中から、一回中断したら途中からできるようになってると思います。まあ、でも前作はセーブデータがねすぐ消えちゃってたんで結構ね一気にやりきってしまうことが多かったですね。あ、ここひどいな道ひどいな。ぬかるんでるプラス倒木があるぞ。うん、あ、もしね、興味のある方はね、もしよかったらねやってみてくださいすごい大変なゲームですけど、とりあえず3つ3本積み込めればいいので。ほんと初めてやった時は訳も分からず、あ、何、8本も9本もめっちゃ積み込んでた気がするけど、どうやったらこれ終わるんだろうと思ってやってましたけどね。3本でいいんだっていうのは後で気づきました。ちょっとこっち入れようか。よし。もうちょっと手前ね。うん、こんなもんかな。はい。これで、まあ、3つが全部この緑の丸印がついてたら、OK。ね。そう。よし。で、クレーンは、どうすんだったっけ。
なんか外れて、ああもうあれか、積み込みが終わったら普通にクレーン片付くんだね。よし、では最後の仕事、ここまで運びましょう。さっきどうやって取った？俺ここ、こっちかな。ひどいよね、ほんと道。ここは内側で行けたと思うけど、うん、まあまあ行けそうだねこれでね、なんとか。ちょっと時間かかりますけどね。燃料が結構ギリギリだよね。あ、もう赤くなった。もしかしてガス欠になるかな。さっきより赤くなったポイントが早いもんな。この辺が進みにくいんだよな。これ途中で止まったらちょっと悲しいね。どうしようっていう感じ。もうそんなに遠くないと思うんですけどね。多分なんか割と思ってたよりすぐ。ちょっと危ない危ない危ない。ちょっと待って、危なかった。よいしょ、危ねえ。ここ怖いな。あんま水の方行かん方がいいな。ほんで、よし。危ない。ちょっと待って、ちょっと倒れる倒れる。もう頑張れ頑張れ。あと13リッター。もう見えるはず、もうそこのはず。そこだよね、そこだよね。よし頑張れ。10リッターもうここから音楽聞こえてくるっていう。あの2台すっごい邪魔。ちょっと待って、8リッター7、やばい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 、ちょっとやばいぞ。もうちょっと頑張って。6 5 4、なんか引っかかってんだけど。ちょっと待って、あ、切れるぞこれ、切れる。なんでこんな進まないの。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、あー切れた。音楽うるさい。あともうちょっとやったのに。まあいいか、これで引っ張れるでしょう。ウィンチがこうかな。ほんで、バックしたら、よしよしよし。まあちょっとの距離だったらね、こういうなんでやれますね。もっと遠くまで行ってたら、スターティングエンジンを、給油しないといけなかったですけど、切る。で、下ろしたいんだけど、もしかして、あ、いけるね。さあ、では、丸太、最後の丸太下ろします。はあ、やりました。
やっと2時間38分まあ一応トラックも全部アンロックして、ガレージもアンロック、ウォッチポイントも、全部見つけて、タイムズレスキュー、レスキュータイム、はいはい、ガレージに運んだ回数ですね。コンプリートビーツゲーム、バランス、カジュアル、うん、一応まあ全部星6個ついてる。どういう評価なんかちょっとわかんないけど終わりましたね。はい、あ、長かったな、はい、まあ、そしたらね、今日のところはこれで終わりにしておきます。またね、この、スピンタイヤズマットランナーもね、やっていこうと思いますので、よかったらね見に来てください。ではこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。